験成功の鍵は早期受験定眼方式を活用することで皆さんの合格の幅が大きく広がります。自分の望んだ結果を手に入れてください。5分でわかる近代入試、さあ今年もやってきました。この動画シリーズでは最新の入試情報や受験攻略のポイントをわかりやすくご紹介していきます。それでは受験生の皆さん、合格目指して進め。5分でわかる近代入試、皆さんこんにちは、近畿大学の井口です。今回は今年1本目の5分でわかる近代入試動画、合格への第一歩編をお送りいたします。受験生の皆さんもいいよいいよ、合格へ向けて第一歩を踏み出します。まずは現在の受験環境について見ていきましょう。皆さんも少子化による18歳人口の減少のニュースを見られたかと思います。それに伴って大学短大の受験者数も年々減少しています。一方で全国の大学短大の入学定員数は68万人以上と受験者数を大きく上回っております。大学入試の競争が緩和されている、大学の全入時代に突入しているというところになります。その中で近畿大学の入試結果はどうだったのかというところですが、昨年度の近畿大学は3年連続志願者数が20万人を超えました。ただ注目していただきたいのは合格者数になります。志願者数は前年から約5000人減少しましたが、逆に合格者数は約5000人増加しています。さらに過去最多の合格者数を出した年でありました。受験生の皆さんも早めに準備をして対策を取っていただきたいと思います。ではどのような対策を取ればいいのか、ここでは受験生が押さえるべき3つのポイントについて見ていきましょう。まず1つ目は入試スケジュール、2つ目に入試制度の特徴、そして3つ目に入試問題の特徴になります。まずは入試スケジュールです。なぜこの入試スケジュールを抑える必要があるのかというところですが、皆さんの学力レベルを志望校の合格レベルまで引き上げるのにどれぐらいの期間があるのか、またどれぐらいの角度で進めばいいのかを把握する必要があります。それでは具体的に近畿大学の入試スケジュールを見ていきましょう。近畿大学は今年10月に行われる総合型選抜を学部を拡充して実施する予定となっております。また11月12月に行われる推薦入試一般公募から3月の一般入試後期日程まで全部で12日間の試験日程があります。それぞれの試験日程には2日間ずつ試験日が設定しておりますので、近畿大学合格したい、また近畿大学ちょっと不安やなって思う方はぜひ2日間とも受験してください。合格者数を入試日程別に見てみますと、11月12月の推薦入試一般公募や1月の一般入試前期 A 日程など近畿大学の中でも入試日程の早い日程で合格が多く出ているというところになります。受験成功の鍵は早期受験となっております。その他にも1月に実施される大学入学共通テストの得点を利用した共通テスト利用方式や共通テスト併用方式がありますので、事前に自分の受ける入試スケジュールを確認しておいてください。続いて2つ目の入試制度の特徴についてです。皆さんが受けられる入試制度の特徴、また受験教科や科目について事前に調べる必要があります。例えば年内に行われる推薦入試一般公募では2科目での受験で構いません。一般入試以降は3科目の受験が必須となります。学部や学科によっても受験教科や科目が異なりますので、本学の入試情報サイトや入試ガイド、また入学試験要項で詳細を確認してください。また共通テスト利用方式には前期、中期、後期と3つの日程があります。この3つの日程のうち前期日程については大学入学共通テスト受験前に出願が締め切られます。一方の中期日程、後期日程については大学入学共通テスト受験以降でも出願ができますので、すなわち自己採点の結果を見て出願することが可能です。その点も含めて検討をお願いします。また近畿大学には複数の併願方式があります。近畿大学の併願方式とは合否判定を追加することにあります。この併願方式を追加することで一度の受験で複数回合否判定を行うことができます。この併願方式は大きく分けると2つに分類することができます。まず1つ目は選択肢を広げるタイプ、そして2つ目は強みを生かすタイプになります。まずは選択肢が広がるタイプです。こちらは一度の受験で複数学部学科
を併願することが可能です。また強みを生かすタイプについては得意科目を生かして有利に合否判定を行う併願方式になります。この併願方式を活用することで皆さんの合格の幅が大きく広がります。その他にも英検や TOEIC、GTEC などの外部試験を利用した制度もあります。この外部試験利用制度については皆さんがお持ちの資格や級をもとにみなし得点を設定し、当日の英語の点数と比較して点数の高い方を合否判定に利用します。ただし今年度の入試を受験される方は1点注意点がございます。2022年11月以降に受験したものやスコアが認定されたものが対象となりますので、ご自身の証明書の確認をお願いします。では最後に3つ目の入試問題の特徴についてです。入試問題の特徴を理解することで大切な3つのポイントがあります。1つ目は入試問題の難易度です。近畿大学の入学試験は高等学校の教科書をもとに出題をしております。基礎学力を問う問題が中心となっておりますので、授業の復習、また定期テストや模擬試験の間違えたところをチェックする、そこが大事になってまいりますので、しっかりと復習をしておいてください。続いて2つ目、過去問題を理解することです。近畿大学は出題傾向にここ近年大きな変更はありません。しっかりと過去問で対策をとってください。そして3つ目に時間配分の大切さです。近畿大学はマーク方式で試験時間は60分となっています。ただこの試験時間60分に対して問題のボリュームが非常に多くなっていますので、過去問題を解く際には時計を目の前に置いてしっかり時間配分を気にしながら対策をとってください。ここまで受験生が押さえるべき3つのポイントについて説明してきました。受験生になる方は不安な気持ちでいっぱいだと思います。この5分でわかる近代入試のシリーズ動画を見て皆さんの不安を拭えればと思っております。ぜひ来年の4月自分の望んだ結果を手に入れてください。本日もご覧いただきありがとうございます。近畿大学は志望校合格を目指す受験生の皆さんを応援します。入試の最新情報は近大公式 LINE にて随時配信しますので、友達追加をお願いします。この動画を見ていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録を、また質問がある方はコメント欄までお願いいたします。それでは次回の動画でまた会いましょう。バイバイ。